この人が時間が足りないから社内でゲームができますように設置して撮影移動中にゲームしてるんですね200種類以上のブランドを持ってるから実際店舗は1万以上のところをケアしてるんですね一緒にゲームをしながらお仕事してみたくないってもともと働いてた会社辞めさせて15年20年くらい一緒にずっとゲームしながら働いてるらしいですね日本ってあの洋食芸でめちゃ有名な方いますか番組とかに出演されてる方 韓国にはですね、新大久保でもある、香港バンジャンという、ジャージャー麺のあのお店があります。今洋食系の方なんですけど、この方がやばいのが、韓国でマジで食べ放題の一番有名なブランドのチェーン店もこの人のものです。韓国でめちゃくちゃ有名な居酒屋のお店のチェーン店もこの人のものです。日本って回転寿司で有名なところのスシローとかあるんじゃないですか。スシローみたいなところもこの人のチェーン店です。 めっちゃでかくて有名なチェーン店をこの人が200種類とか持ってます。マッコリのお店、サンギャプサル、中華料理、和食系もなんかこの人を運営してるんで、だからこの人イコール韓国の食べ物です、ね。名前ペクチョモン,ンなんですけど、YouTube のサブスクが今581万です。で、この人が昔からディアブロの大ファンです。この人ちなみになんか見たら結構年取ってそうじゃないですか。今60代でしたっけ ?50 後半か60以上ですね、多分 で60代なんですけど韓国のなんか20歳以上差が出る女優さんと結婚しててそれがめっちゃ話題になってましたああこの人のお金だけ見て結婚してたんだみたいな悪い噂がたくさん出てたのにすごくあの奥様にケアしてくれたり家にもなんか冷蔵庫が何台ぐらいの冷蔵庫があってて「今日はフランスのここでしか食べれない料理食べたいんですけど」って言ったら冷蔵庫からそこの食材がまっすぐ出てくるような妻のために食材を全部用意して,してる方ですね めちゃくちゃゃく優しいです最初はめっちゃ悪口されてて悪い噂しかなかったんですけどどんどん時間が過ぎてみたらなんかあの女性の方はこの人と結婚しててよかったなみたいな変わりました雰囲気がで今めちゃめちゃいい夫ですねでこの人はディアボルやってて完全に芸能人ですねもうなんか番組にたくさん出てるし観光では誰でも知ってる,知ってる人かな購入しようかしないか めっちゃ悩んでる。購入するかしないか悩むのは時間がないのにこれ買ったらもうスケジュールがもうトラブル起きてしまうから悩んでる間にマネージャーが来て撮影しに行かないとダメですって言われてて今がっかりしてます。<laughs> あーできないって <laughs>。 この人ヤバいのがあの普通にディアブロのコメントついてますねここに今なんか消えたなディアブロのなんかメインコメントがここに書いてたのに先生間もなく会いましょうって書いてましたねでこの人が時間が足りないから社内でなんかゲームができますように設置してて撮影移動中にゲームしてるんですね <laughs> この人が洋食系めちゃくちゃいろんな運営してるからブランドが200箇所あるから あい,や 200, ないな200種類以上のブランドを持ってるから実際店舗はもう1万以上のところをケアしてるんですねだから俺たちのブランドの中でなんか飲めたら元気になる飲み物とかないのってこの人の下の部下になんか今電話で聞いてますなんかこのなんか赤いポーションみたいなやつないのかってないのか何ですか社長こっちの世界にはそういうポーションがあるんだよだから開発,開発しろって そう、それを現実世界で飲めないと、このゲームしながらは。<laughs> で、赤いポーション、カーミングシュン出てます。この一マジでこれで出したら、韓国全国の店舗で、なんか急になんか、ディアボロとコラボレーションして赤い飲み物が出ます。なんか赤ポーションで。それが韓国で発売される予定らしいですよ。マジおもろかった、これ見て。 あの,あの人はまあ昔からあのワールドオブ・ワークラプトとか,なんかディアブロのゲームめっちゃ長くやってたからもう有名なんですよね前配信で一回行ったとこだったんじゃなかったっけ同じクランでそのワールドオブ・ワークラプトをしてたメンバー3人を自分の会社に入れてくれたお話がありますあの社長 ちょっとごめんなさい。会社の仕事があってて、朝出勤しなければいけないし、多分来週から一緒にゲームができなくなりますって伝えたら、そこの会社って給料どんくらいもらってる今やってる会社のお仕事って楽しいのって。一緒にゲームしながらお仕事してみたくないって。もともと働いてた会社辞めさせて、15年、20年くらい一緒にずっとゲームしながら、そこの会社で働いてるらしいですね。やばいでしょ。 あともう一人のクランメンバーはなんか家がもうなんか雨がめっちゃ降ってきてきてて浸水になっててゲームができなくてちょっとレイド行けませんって言ってたら知り合いのインテリアの業者をなんか読んで1500万くらいかけて全部リモデリングしてくれたらしいですねだから最高の MMO のおじさんですもんクランのメンバーのことをめっちゃケアしながら一緒になんか攻略できなかったところもめっちゃ攻略しててね観光の中ではもう男たちのローマンですねみんな愛してますもんあの人 会社辞めさせたのがマジで盛り上がりました朝4時まで頑張ってやってて8時,8時から出勤しなければいけないのに辞めさせて昼の時間帯はそこの店舗に出てマネージャー役でしたっけなんかそれやってたらしいですそれがもう15年過ぎてそこの業界でもなんか結構ベテランになったらしいですねすごいわマジでさっきペクチョンワンさんが出てきませんでしたかこの韓国語のなんか方知ってるんですよねすげえ人なんだなマジで誰よりディアボルに本気出してる男 韓国のネットカフェですかそこの時代に合わせて最高のスペックよりちょっと1か2段階下のところですかねそれくらいのスペックでした例えばまあ分かりやすく話をすると今4090じゃないですかトップがじゃあ3070とかがメインで本当に最強のネットカフェは4080くらいはあったんですよね 4090みたいなスペックはあんまないかもさすがにプロモーションみたいな感じでうちのネットカフェはさすがに特別席まで用意してるんですよみたいなアピールするために全席が200から300台の席の中で5席ぐらいは4090プロモーションで入れてる場所もありました4080十分すぎでしょ普通に 240Hz のモニターがあってて基本は100 185とか165があのメインモニターでスーパーゲーミングゾーンという預金も一緒で普通になんか限定席があっててそこが300席の中で40席50席くらいの場所が 240Hz でいろんな種類の席がありました。 日本で美味しいキムチですか日本で美味しいキムチ何があるんだろう韓国のキムチ食べれなかった場合は極うまかなって韓国のキムチ日本でもいくらでも買える,買えるので食べるんだったら韓国のキムチ買って食べるんですかね俺は日本で買える韓国のキムチはチョンガッチキムチビビゴおすすめもしかしたらチョンガッチキムチとビビゴキムチの社員の方じゃないですよね <laughs> 自然な形で誘導するための質問とかじゃないですよねこれネイチブの日本の方,方ですよね で聞くくらい海外で買って食べれるキムチの中ではまあチョンガチップと b b ゴ o の方がまあ有名かな <laughs> まあそんなの言われる <laughs> そこは <laughs> そこは自分で調べてください <laughs> おお本気で売ってるんだあのなるネットで買ってるんですよネット韓国はネットの方がなんかいろいろ安いんですけど日本の場合はなんかネットの方がもっと高かったりするんですよね例えばまあ普通にスーパーで買ったものがなんか安かった気がするけどネットで頼めばもっと高かったりしますね そこで意外でした俺は韓国は何もかもネットで頼んだ方が一番安いのに国が小さいから運送量がそんなかなかかんないのかな韓国はお金さえ少しあればマジで住みやすい国なのに韓国たまに人がまあ型でダッシュアタックしてたり後ろから3段切り切くて独断させて変なことしたりするけどちょっと住みやすいですよね